はい、リエンリエンドゥリアンドゥリアンドゥ卵卵卵ふふエッグヤザーの無敵テレビということで、このねサザエさん商店街やっと1軒目サザエさんらしい店、はい、あのリエンドゥリアンドゥリアンドゥリアンドゥサザエさんにやってきたんでね、なんかここサザエさん焼きが有名らしいからさ、はい、食べよう食べよう、ちょっとおしゃれな名前ですね、リアンドゥ。買えないのかな、いろいろある、俺中入って買ってくるわ、はい、なんか南国の雰囲気がすごいね。そうだね、そう。リアンドゥってどういう意味だと思う、リアンドゥ、女性は素晴らしい、でサザエさんが主人公の女性だから、ああなんかちょっとまとえてるのでしょうか、買ってきました。なんでえっいいよ、これ別になんか要素詰まってんすか、はい、あここに書いてあるんだと、サザエさんだと思ってた、違ったサザエさんじゃなかった、なんか何も感じない、中にいた子供たちがさ、はい、みんなサザエさんソフトみたいな、サザエさんソフトじゃない、これ蜂蜜ソフトだけど、はい、美味しそうだったから食べたの、行くえこれ、はい、380円、あいる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 、お前だめ、これは本当に関節キスないお前らは大丈夫キャオちゃんだめっちゃ美味しい、私めっちゃ食べなかった、すごい、合ってる合ってる、あなんだ生蜂蜜って美味しいの、美味しいっすよどうしたなんかアイス目に入ったんすかアイス目に入った、これな単純にあの冷たくて頭が痛いんだよめっちゃ食らうやん痛いよ、その止めろカメラ、カメラ止めろ、カメラ、痛いよ痛いよ、どうしたんですか、最近俺ダメなんだよ、こっち痛いの、マジ、あのかき氷食べてキーンってなるやつの10度のやつ、この間も抹茶フラペチーノだっけ、うん、あれ食べてこんななっちゃった、飲んでやばっ、どう頭痛くなんない、痛く、俺もうダメなのかなそんなに、さ俺なんかおかしいな、昔こんなんじゃなかったのにこんな俺昔はこんなんじゃなかったのにさ痛いよマジで、もうまだ痛いよマジですごい変なことですから、視線が痛いからもうやめよう、視線も痛い、反対側の人まで見てた俺のこと、じゃあ皆さん食べましょう、はいはい、サザエさん焼きをね、はい、ここと、あすごい、袋もサザエさんだし、見えた？袋もサザエさんだし、こっちもみんないる、はい、誰が誰だって分かんなくなっちゃった、私タマだよ、タマ、もう俺はこれでいいよ、ちょっともんじゃ焼きっぽいかな、あお、サザエさん、もんじゃ焼き、はい、キャオちゃん、はい、タマはね、そうか、かわいい、かわいい、タマちゃんです、つるん、お前だって、時に僕はチョコレートです、サザエさん、サザエさん真ん中、よっしゃ、サザエさん、お前もう、二択だ、選べどっちが来るか、あんこか、あんポテト、はい、ということで、はい、サザエさん、これもんじゃだったな、多分これもんじゃだよな、多分、はい、これ食べてみたいと思います、かわいそうだな、うん、めっちゃもんじゃ、見して見して、めっちゃもんじゃ詰まってますね、キョウちゃんは、はい、キョウちゃんカスタード、カスタードです、美味、うん、しい、おいしい、ふわ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 だね、うん、俺はちょっともう頭痛くてスイッチ入んない、ミカルは、で僕2択でハムポテトかオグラなんですか、ハムポテトかオグラか全然違うもん、行ってみろ、
ポンポテトだ。よかった。よかった。え、結構大きいですよ、これ、じゃがいもが。へぇ。俺もハムポテトが良かったんだけどな。お前がハムポテトっつったから俺はもんじゃに変えたんだよ。嬉しい。タケキンは散々話し合った結果さ、俺がもんじゃとタケキン、ミカエルがさ、ハムポテトの話し合いが終わった後にさ、お前何食いたいのっつったらさ、もんじゃって言い出してさ、もう話になんない。はい、食え。いただきます。何？チョコレートです。はい、いただきます。あ、めっちゃチョコずっしり。はい。一斉、甘いです。甘いです。はい。ということで、この余ったあんこはカメラマンに食わすんで。まあ、たけよ。まあ、一個200円じゃ。でもこれ美味しい、すげえ。蜂蜜ソフトクリームってあんまないもん、ね。うん。なんで皆さんぜひ、桜新町来たら食べてみてください。よろしく。バイ。高校生にすげえずっとなんか買ってるとこ見られててやがった。